もうどれくらい。はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？はい、こんにちは。ミスター G さんご来店、金曜日の男ミスターフライデー、ありがとうございます。はい、まあ、金曜日といえば私ミスター G ということでございまして、今日も、関市の方にやってまいりました。しかし関市はのどかでいいですね。皆さん田舎ってバカにしてるの？いえいえ、私が住んでるところは愛知県知多郡美浜町っていうところはもっと田舎ですから。あの野馬大坊のね、あ前話題になったかと思うんですけども、はい、まあここまでいいじゃないですか。ちょっと一本外に出たらモスバーガーもあるし、はい、あと何でしたっけ、ゲオもありますよね。はい、山陽道ありましたね。はい、ドミノピザがあって、ああピザ屋もあるじゃないですか。そんなないです、はい、ないです。100円ショップが2軒あって、ないです。あのお寺しかないです。お寺、僕の近くお寺しかない。へー、はい。ところで何週か調べましたか？まあ、調べてないですね。そっか、はい。いやいやいや、で今日ちょっとそうなんです。ちょっと朝ちょっと会社を出るの出遅れてしまったもんですから、もう時間がない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 ということで、うんうんうん、もう皆さんなんかいつも挨拶程度が僕は30分40分だという話なんですけど、今日はもう本当にもうこんだけにしますから、すいません今日に関しては申し訳ございません。ではもう早速本題から喋らないともう時間がないもんですから大変申し訳、あ、鳴ったよ。ああ止めましょうか。いや大丈夫です。もう、あ、そうそう、先週、うん、あの石原スポーツさんがですね、うん、あのちょっと悪意のあるですね、悪意部分をですね、うん、あの G の部屋のムービーの中で流してしまったものですから。悪意ないよ。先ほど私あのセブンイレブンに行かさせていただきまして、まあ、これのことですね、うん、もうあのお叱りをいただきまして、やっぱり見てらっしゃるんですね。あの私はそんなことしてないよと。でしてないのにやったの？いやいや、でもだいぶ寄せたやろっていう。あ、良い子のチャンネルでしたっけ？良い子のチャンネル、ごめんなさい。でっちゅうの、でっちゅうの、でっちゅうの、そういうことです、うん、そんなあんなオーバーにやってないしっていうことで。いや、やったのはやったんだ。まあただ、まあそこら辺はまあ見る人が見たらまた違いますが、僕はだいぶ寄せてるように見えたんですけど、はい、まあちょっとオーバーすぎたということでですね、はい、あのじいさんのこと嫌いになっちゃうぞって言われたもんですから、まあ、それはやめようと。あ、はい、AT さんのことはいくら嫌いになってもらってもいいかなと。AT さん知ってらっしゃるんでしたっけ？一回 AT さんと一緒に行って、うん、で買い物させていただいて、で AT さんを紹介したこともあるということで、高木さん連れて行きたいなっていう、ね、高木さん連れて行きたいんですけど、高木さんタイミングがここで合わないんですよね。今日いらっしゃってないね、はい、ということでございまして、うん、まあお叱りいただいたものですから、皆さん先週は申し訳ございませんでした。改めて謝罪の方させていただくと。ちょっと発言が下品だったことをここにお詫びいたします。そういうことですね。まあしかしどうですか石原スポーツさん、これで9月になりましたけれども、はい、ご気分の方は？よくないね。ちっとも物が売れないね、はい、石原スポーツさんといえば古谷一行さんだと思うんですけども。古谷一行さん、はい、あの人惜しい人亡くしましたね、はい、まだ若いのにね。そうでしたよね、うん、なんか前石原スポーツさんとお話しさせた時に、いや俺は失楽園見てたんだよって言っておっしゃってたんで。ああ、俺見てない。俺、はい、古谷一行さんは金田一耕助だから、はい、ああやっぱそうそう、八幡村だから。え、じゃあ金田一耕助と失楽園、うん、ランディさんはどっち見てる派なんですかね？わからない。失楽園ってなだったっけ、川島の不倫のやつだよ。そうですそうですそうです。あ、川島さんは亡くなられた。そうなんですよ。これ流せるの？知りません、はい、いやだから皆さん世代どうなのかなと思って。で今日は、うん、この前ちょっと野球の話を仕掛けて終わったので、うん、なんか質問なかったですか、その石原スポーツさんに。ああはい、なんかよかったらお答えしますけども。だっちゅうのあたりは盛り上がりましたけど、はい、あ、それ以降はあんまり記憶に、うん、皆さんからその野球の質問っていうのは、はい、でも勉強になりましたって AT さんは言ってましたよ。ああ、どこの場面だろう。その特演の感じのとこ変じゃないですか、はいはい、で違います、分かった。 AT さんが、うん、参考になったのはあそこですよ。一塁コーチャーが声かけた。ああ、そうだそうだそうだ、知りません。あ、そんな話しましたね、そういえば、うん、いや忘れてるんです。まあでも佳境ですからね、プロ野球も。パ・リーグの方が AI 混戦になってて、もう終わったんでしょ、プロ野球。
僕は終わりましたよ。そうですよね、はい、佳境ですか。いやでも最近ちょっと見方変えました、うんうん、来年のためでしょ。あ、いや違います、もう僕クラスになるとだから展開が読めちゃうもんですから、最初見ただけで。いやなんで純粋にうわー大城がホームラン打ったわーいみたいな、そういう見方に。あ、一般ピープルみたいな。あ、そうですそうです、です一般ピープルって例えば阪神タイガースファンの女性の方って、はい、ちょっとフライが上げるとうわーって言うじゃないですか、はいはいはい、甲子園球場で、はい、ただのショートフライなのに、うんうん、まあそんな感覚です。あー、そっかそっか、はい、なるほどな、はい、我が軍は今どうなんでしたっけ、うん、我が軍はちょっとあまり芳しくないもんですから。怪我人とかどうでしたっけ。まあだいぶ帰ってきてはいるんですけど、まあ、慢性的なものがあったりするもんですから、まあまあまあそこら辺はもう野球はいいんですけど、今なんかないんですか、メーカーとかでワールドペガサスさんの話とか。この間ワールドペガサスさんの僕 T シャツとか着てきましたけど、はい、なんかあれいいねみたいな、ないですか。あ、その何はい、商品紹介あとか、うん、今のワールドペガサスさんの T シャツ欲しいんだけど、バイコーノさんとかそういうのはないですか。あ、はい、ああそういうことね、うんうんうん、僕がワールドペガサスの T シャツ着てたから、やっぱりコーノさん、今のカタログのワールドペガサスの T シャツが欲しいです、バイコーノさんみたいな、そういうのはないんですか。うん、これから、はい、ありますよ、皆さんありますよ。これから動画作るんだけど、いいですか、見しちゃって。じいさんにちょっと見立てしてもらおうかな。おー、なんか喋る？あ、いいですか。実はこれが本編なんですね、皆さん。でも僕なんかが論じたらダースモールさん。あ、お願いします。大丈夫ですか。いいですか。このマスクどこで買ってきたの。あ、これもらいましたね、東京ドーム。どこに売ってるの、そんなやつ。東京ドームですよね。はい、あ、今日、あ、そうそう、だからわざとこれにしてきたんですよ、今日は。今ジャイアンツが漆黒ユニフォームでやってたんじゃないですか、この3連戦。あ、そうなんだ。ベイ戦、はい。漆黒っていうのは普通の黒と違うの。おー、どうなんですかね。でもなんか山本洋次さんでしたっけ、デザイナーの方がやった、あの黒だから、オレンジちょっとも入ってないんですけど、ワイズのね、ブランドのね、すごい、だから似合う人と似合わない人がいました。はい、だいぶ見慣れてきましたけどね。はい、行きましょう、はい、今日は挨拶程度でお願いします。いつも挨拶程度だ。いやいやいや、先週も挨拶程度だったのに、なんかわわわわふわだし振ってこられて、30分以上喋ってたよ。あれだから僕そんな喋ってる感覚ないんですよ、いつも。 AT さんとかってどうなんですか、いつも。今日は例えば、うん、AT の部屋とかあったじゃないですか、河野さんも、この前河野さん、うんうん、俺は今から30分やるからなとか、そういう話をしてるんですか。してたよ。もう成り行きですか。成り行きで、はい、で、こうきっかけをお話しすると、はい、ちょっとポロッと喋るから、はい、止まるでしょ、はい、で、きっかけを話しするで喋るでしょ、はい、まあこんなもんかなって言って、ああ、だ誘導してるわけですね。それはそうよ。あ、で、まあ、まあそろそろ、まあ、あ、これぐらいだったらまあ十分ホースになるかみたいな、うん、で最後AT さん言ってたの、はい、もういいですっていう。ああ、それが G だとほっといたら喋るでしょ。わわ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 、始めちゃう。家帰りたくなるまで喋るから。うん、確かに。別に喋ろうと思ったら今から7時8時まで余裕で喋れますから、ね。まあ、そりゃそうね、はい、うん、喋るのが仕事ですから、うんうん、はい、まあでも、はい、一宮はね。そうなんです、そうなんです。よし、行きましょう行きましょう。終わりました。なんか明日も仕事なんですって。いやいや、それどうするんですか。俺は言ってるんだから。ああ、そうですね、うん、一応だから今日も勤務を変えてちゃんとドリームタイムできましたから。本当だ、はい、あれですね、じいさんの本家のジャイアンツ、ね、そうですそうです、はい、そうです、はい、今日もドリームタイム話ちょっとたくさんしないといけないんで。たくさんじゃない、もう挨拶程度でいきましょう。もう考えてあるんだ。いえ、ないです、今パッと思いついた。はい、そこ本題から喋らないともう時間がないもんですから、大変申し訳、はい、あ、鳴ったよ。ああ止めましょうか。いや、大丈夫です、もうみんな誰だこんな連打こいてくるやつは、本当に。うん、ですね、何喋ろうとしたんでしたっけ。あ、そうそう、
ただごめんなさい、僕お姉ちゃんも見てるもんですから、まあ、ちょっとそこら辺はあまり過激に謝罪してるとですね、はい、広島の菊池かということになってしまう。ああごめんなさい、またピン8000万。いいだまた。いや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 、まあそういうことでございますので。でもあの人スタッフだよね、うん、そんなんでもさ、うん、普通に平気な顔してさ、うんうんうん、ああ菊池、名手菊池ファインプレーでしたとか、うん、あホームラン打ちましたとか、はいはい、活躍してるよね。はい、まあ守備はね、でもちょっとずるいところがあって、うん、去年一昨年か、うん、エラーゼロって言ったんですよね、はい、でじゃあ範囲どうだったかというと、はい、例えばジャイアンツの吉川尚輝選手に、はい、岐阜の優、はい、吉川尚輝選手に比べると、はいろいろ今データがすごい行き届くじゃないですか、はい、行動範囲が全然違ったんですよね。はあ、だから言い方悪く言うと、ここら辺のエリアはちょっと一歩というか取れるから、弾くというかあんまり極端なこと言うと可能性減りますよね、はい、で遠くまで行けば行くほど最後のところでやってしまう可能性が当然高くなるわけですから、はい、そこでエラーがついてしまう。だからエラーがないから、うん、必ずしもいいプレイヤーかって言われると、だって僕がずっとここの場にいてここだけしか取らなければみんなあと記録ヒットになるわけじゃないですか、はい、だからやっぱりきちっと。あ、じゃあ無理しないんだあの人。無理しないです本当。ここ数年は、はい、もうデータで出てますから。で取れるところをさもうまく取ったように守備率 100% 見してるだけという、うん、あ今年はでもエラーしましたよ。うん、はい、まあそんなところでございまして、はい、はい、失楽園の作家の人も亡くなられたね、はい、そういえばね。なんていう人ですか。なんだったっけな。でも主題歌歌ってたザードの坂泉さんも亡くなってしまったんです。あの人事故でしたね。まあ事故かどうかわからないです、ね。まあ、最後転落事故ということになります、うん、寂しかったですね。あの人はなんていうかかもなく不可もなく美人な感じ、はいはい、いやお珍しいですね、石原スポーツさんがそうおっしゃるのって。あの人はあれじゃない、はい、そのなんていうの王道 の感じの美人じゃない、うん、あその例えば、はい、あの癖があってさ、はい、あ目がでかいとか口がでかいとかね、はい、そういうその特徴的なキュートな人って多いけど、うんはいはい、あの人なんか普通なんだけど、はい、あ美人だねっていう感じじゃないですか。確かに、うん、レースクイーンだったんですね元は。あそうかそうかそうか、はい、うん、いや